2024年、広島瀬戸新聞ニュース、第15週、2020年第15週深掘り、このですね、広島の政治をね、どうあなたの手に取り戻すかというね、まあ、かなりね、この、挑戦的なね、テーマでね、お話をね、今日はね、させていただきたいというふうに思います。半藤大樹選挙、ですね、茶番選挙、仁義なき候補者選挙ですね。もう本当ね、報道されない選挙の裏側。ね、国会議員は本当に私たちが選んでいるのかと、いう話ですよね。まさにね、国会議員っていうのは結局ね、立候補しよう、現実に当選しようと思ったらね、やっぱり政党公認ね、推薦、こういうものが必要。特にまあ衆議院とかね、小選挙区、参議院のね、選挙区であればもうかなりね、大規模な政党の推薦がなかったら、かなりね、当選すらね、難しいという状況あります。だから、結局ね、政党が誰を選ぶかでね、国会議員が決まっちゃうという部分があるわけですよ。その上でね、なんていうかな、このね、参議院選を広島再選挙2021、ですかね、再選挙ですよね。結局先にね、話をね、持ってきた立憲民主党にね、結局ね、あれですよ、橋を外されたってことですね、この半藤先生はね。うん、ね、結局ね、だから、ものすごいね、だからね、不透明というかな、候補者選びの、ね、過程が不透明であると。半藤先生はね、もう弁護士業務の依頼も全部ね、断ってね、スタンバイしてたのにね、結局ね、こう、捨てて、されてしまったということですよね。価値を外されちゃったというね、まあ、人を大事にしないっていうね、話もあったりして。まあ、とにかくね、まあ、そういう選挙が、ね、あって、それでまあ、一応野党第一党の立憲民主党のね、候補者が当選したんだ。まあ、だけどね、野党共闘の勝利とされたんだけどね。結局ね、日本の政治、広島の政治良くなったかと。広島出身のね、広島出身じゃねえ、選出のね、岸田総理なんかすっごい暴走してるわけじゃないですか。ね。あの時よりね、悪化してるわけですよね。岸田総理、共同親権とかね、あんなのでもね、完全暴走ですよね。で、裏金問題にね、象徴されるね、与党の腐敗っていうのはね、相変わらずですよね。ねえ、サイトで野党もね、敵質を生かせないと。ね、岸田総理は暴走をひたすら続けると。で、ね、庶民ほどね、置き去りにされているという状況ですよね。こうした状況からね、あなたの手に政治を取り戻す。ね、広島とあなたの守るね、広島市民革命。私もね、呼びかけね、させていただいているけれどもね。やっぱりね、公正な候補者の選びをね、していくということをね、していかんといかん。野党といえどもね、結局で政治をね、取り戻される対象であると。ね。野党の人たちもね、結局一部の偉い人がね、まあ、ふんぞり返ってとまで言いませんけどね、好き勝手やってると。ね、私物化してると。それをね、やっぱり庶民の手に取り戻すと。これがね、やっぱりね、大事な、なんじゃないのかなと、僕はね、思うわけですよ。でね、やっぱりね、福山市議会議員選挙はね、4月7日に、行われましたけどね。ね、候補者がやっぱりね、増えたことでね、投票率もアップしてます。ね、38から 41%。まあ女性もね、当選者が5人から6人に増えたということでね。で、共産党やね、立憲民主党を票減らしね、令和がね、山田恵美さんね、初登場でね、当選ということですよね。結局ね、野党といえどもね、結局、有権者を舐めていったらね、痛い目に遭うということですよ。ね、いくら自民党がね、ひどくてもね、野党もね、油断してたらダメだよと。いうことじゃねえのかなと思いますけどね。まあ、とにかく逆に言うとね、福山新聞は本当ね、いい判断をね、されたと思いますよ。結局ね、有権者は舐めすぎなんだね、立憲民主党さんにしてもね、日本共産党さんにしてもね。だから、立憲民主党さんの場合はね、野党第一党だからね、
結局自民に批判的な票はこっちに どうせ来るだろうとね、鷹をくくっておられますね。共産党さんは共産党さんでね、一定程度やっぱりね、自民党にね、コアな、ね、さらに、コアな、ね、原則的な批判をする票はね、うちに来るだろうと。ね、まあね、あるいは広島で、地方自治ではね、知事や市長に対してね、批判的な人はね、うちに来るだろうと。まあそういうね、まあ、広島県知事に、湯崎さんに対してもそうだしね、広島市長の松井さんにもそうだし、でまあ多分おそらく福山市のね、枝広市長に対してもね、そうなんでしょうけどね。でも全然ね、それがね、なんていうかな。あれですよね。結局、舐め切ってるというかな、そういう状況があって。結局ね、この、4年間でね、半減というかな、ね、共産党はね、結局、4から、だからね、前回3議席だったのがね、2議席に減らしてると。ね。前々回から比べますとね、4議席から2議席に減らしてるしね。それからね、共産党さん自体もね、票をね、減らしてると。まあそういうね、状況がね、あるわけですよね。まあ、これはね、立憲民主党さんにせよね、どこにせよね、まあそういう状況がね、出ているということをね、ですよね。まあね、新たにね、新人でね、出られた方がね、結構ね票を取られたりというね状況もねあったりしてね、本当にいいことだとは思いますけどね。一方でね、まあ、立憲民主党さんなんかにしても、まあ、3200取ってきた人が2527票とかね、共産党さんが1800取ってたのはね、ということですよね。別に令和が出たからという話でもないと思うんですよ。投票率自体は上がってんだからね。やっぱり、この間のね、やっぱりそういう、やっぱり、特に広島の野党ですよね。県内の野党のね。やっぱりこの、なんていうかな、権威主義的な体質、そういったものはね、嫌われていると。まあ、有権者に敬遠されていると。やっぱそこをね、改めないとね、いかんと思うんです。おそらくね、広島県民の多くもね、本当、権威主義的なね、今の政治がいいとは思ってないんだけどね。やっぱり自分たちでね、立ち上げるよりね、人口流出でね、出ていった方がいいというふうになっちゃってるような状況もあるしね。やっぱ広島の政治ちゃんとね、やっていかないとね、特に野党が頑張らないとね、人口流出に、実はね、広島ね、加速するばっかりじゃないのっていう部分をね、やっぱりしっかりね、考えていかにはいかんというふうにね、思うわけですよ。ね、なんかね、腐ってるね、自民党ね、あるからね、大丈夫だと、ね。もう基礎票だけで大丈夫だみたいなね。で、非常に、存在なね、態度ですよね。まあ、だから、共産党さんもね、何考えてんのかなと思ってね、立憲民主党のね、候補者でね、特にそんな政策合わない人に、ね、誰もどんどん応援しちゃうとかね。で、それでもって、という状況ね。まあ、いろんなね、問題、野党について非常に深刻だということだと思います。まあね、とにかくね、でも、やっぱりね、市議選とかね、県議選なんかも、そういうのも含めてね、どんどん新しい選択肢をね、市民自らが作っていくということもね、大事だしね、また市民自らがね、リテラシーを上げていく。ね、やっぱり政治教育。こういったものも含めてね、だから有権者教育。こういったものはね、私、佐藤秀一、もう広島県知事としてね、あんまりね、露骨にね、やりすぎるとね、教育に介入になっちゃいますね。そういうのね、後押しするような、方向でね、まあ、広島県のね、教育もね、変えていくと。ね、後押しする方向で、ね、あんまり押し付けにならないようにやっていくということは大事なんじゃないのかな、と。いうことをね、まあ、ちょっと取り留めない話ですけどもね、とにかくね、どうやっぱりね、広島のね、政治をね、県民に取り戻し、そして立て直していくか。これをしていくと。ね、ね、若い人なんかもっとね、広島から逃げていった方がね、いいみたいな状況もね、あるし、それを、ね、否定しませんけどね。私はね、
やっぱりね、立て直す方向で頑張っていきたいと、いうふうに思います。それでは皆さん最後までご協力ありがとうございます。失礼いたします。